わたるちゃんは60年代の終わりからずっとマイペースで歌い続けてきた。フォークソングがニューミュージックと呼ばれるようになろうが、突然その中から売れっ子が登場してフォークソングがヒット曲の仲間入りしようが、そんなこと知りませんとひょうひょうと歌い続けてきた。夜だよ電車によ。この本当映像は本当にいつも通りの高田渉の本当にいろんな街でやってたコンサートがそのままこう集約されてるような感じで、アイスクリームというと ステージに立つ先輩として見てると、やっぱりその今回のその映像でもそうですけど、やっぱりこう生き様をかけて歌ってたっていうか、命を削って、何がの時にうっと後ろを振り返るような自分がいるんですか、どっかに。その時にああそうかなね、明日行ってしまうのかなと思ったりしますね。振り返るたんびに。夕暮れの街で僕は見る夢のようです。自分の場所からはみ出してしまった多くの人々。